私は山口久美子。幼い頃からの夢を叶え、この春学校の先生になった。亡くなった父と同じ学校の先生に。念願かなって学校の先生になったものの、教え子たちというのが揃いも揃って一筋縄ではいかない連中で、全く手の焼けること。俺が盗んだんだよ。笑わせんなよ。先行の言うことなんか信じられっかよ。お前らとことん面倒見てやるからな。何が何でもお前ら引っ張ってくる。きっちり全員揃って卒業させてやる。それに比べてうちの連中のまっすぐなこと。おはよう。そして幼い頃、両親を亡くした私を育ててくれたおじいちゃん、黒田隆一郎は、ここ任侠集団大江戸一家の三代目。私はその四代目になるのだけれど、四代目を継ぐ意思はない。気をつけてな。はい。決して学校には知られてはいけない。私が大江戸一家三代目の孫娘だということを。お気をつけなくて。今日は会えないかね。さあ早く。すいません。これで所詮私とあの人はロミオとジュリエット。もう会えない方がいい。で、おはようございます、山口先生。ロミオ、おはようございます。バス乗り遅れちゃったんですか。え、まあ、篠原さんも今日バスじゃないんですか。ええ、その日の気分で自転車乗ったりバスに乗ったり。私もなんですよ。今日はジョギングの日。あ、そうなんですか。あ、それだったら途中まで一緒に。山口先生、朝から体を動かすと気持ちいいですね。本当ですね。僕の仕事は体力も必要なんですよね。札の。札？保健札のお仕事ですもんね。4月から生活安全課に移動したばかりなんですよ。生活安全課？防犯や非行少年の補導がメインですね。ってことはうちの生徒が厄介になるかもしれない。それじゃあ僕はこっちなんで。はい、それじゃあお気をつけ。なすって。なすって。いや、お気をつけて。じゃあ。
正堂々胸張って不良をやりやがるってんだ。言わなきゃよかった、ジョーキングの日なんて。じゃあ俺は取ってやる。はい、任せとく。じゃあ南の野郎、もう色が嫌がるのか。バイバイ。恋だね。しなさいってば。朝おはようございますだろ、クマ。まあいっか。なになに、ね、ちょっと見えないんだってば。おはようございます。おはよう。おはよう。いいじゃんこれ。こんなの小学生レベルでしょ。でも上等の塔が草かぶりになってますよ。誰だこんなことをやったの。これは教師に対する挑戦だぞ。どうせお前らサンディの仕業だろう。あ？なんだと？なんだその目は。まあ生徒のたわいないいたずらに目くじらが。たわいない、教師たるものもっと広い心を持ってですね。いいですか山口先生、いたずらにも質っていうのが。対させるってのは何か、私への嫌味か。誰がやった、白状しやがれ。いや藤原紀香のが良かったなと思って。あのさ、これなんだけど、ヤンクミって何？は？てめえのあだ名に決まってんだろ。あだ名？山口久美子だから訳して。ヤンクミ。ヤンクミ。そっか、今まであだ名って役組長だったからな。あいちゃん、組長。組長。はい。うん、なんでもない。そっか、ヤンクミね。かわいいじゃん、気に入った。おいおい、気に入っちゃってるわ。けどあんまり教頭を怒らせない方がいいよ。今度こんなことがあったら犯人を見つけたし直ちに処分します。だってさ、いつも俺たちのこと目の敵にしよう。ほら静かにして授業始めます。めっちゃビビった。笑い事じゃねえ、笑い事じゃねえ。沢田、遅刻すんなって言ったでしょ。授業始めます。教頭の野郎マジムか。あ、な、思い知らせてやりますか。はい、少々お待ちください。山口先生、電話。はい、あ、すいません。山口先生を呼んでやっておくんなせって。変な話し方ね。どこの方言。さあ、もしもし。お嬢、鉄ですけど。バカ、学校に電話してくんじゃないよ。ん、あ、あら鉄くん。
申し訳ありません。弁当に箸入れるの忘れちまって。それで電話くれたの。大丈夫よ、食堂で割り箸もらえるから。うん、それじゃあね。ありがとう、てつくん。お嬢が優しい声でてつくんって。お嬢を怒らしちまったようだな。怖え。今の電話彼氏？違いますよ、あれはうちの弟分で。弟分？いや、弟なんです。ってまた男ちゃうの。違いますって。山口先生男いるんだ。じゃあ合コンなんか興味ないでしょ。合コンありますよ、思いっきり。じゃあ2人とも行く？今日予定あるんだけど。ほらこの間の刑事さんたちと。えマジ、うん、行く行く。いつの間にその約束。篠原さん電話しよう。いつの間に携帯の番号まで。教頭大変です、教頭の車。ダメだ。ん？あ、ああ、これすごいんだ。すごいこと。私の車が。教頭の塔がまた間違ってますよ。誰だ、私の車に案内いたしました。おい補助、お前学校にそんな。山口先生、あなた担任でしょ、なんとかしなさいよ。でもこいつらがやったってネタは。いや、証拠はあるんですか。そうだよ、そうだよ。証拠はな、これだ。便器？もっとうまくやれよ。誰がやったんだ。知らねえって言ってんだろ。知っててもな、仲間チクったりしねえよ。へえ、お前義理と人情は分かってんだ。当たり前だろ、仲間なんだからな。お前らいいとこあんじゃん。山口先生褒めてどうすんですか。いや、まあまあ、確かにお前らの言う通りだよ、仲間は売っちゃいけない。でもやった本人は潔く名乗り出て。よし、分かった。じゃあね、今日は全員返さない。犯人が名乗り出るまで。はい、連帯責任。ざけんな、ざけんな。あの、返さないって私もですか。当然です、あなたこのクラスの担任でしょ。生徒が勝手に帰らないように監視してくださいよ。はい、よろしく。あの、すいません、私今日合コンなんですよ。しょうがないか、お前ら仲間だもんな。仲間仲間って簡単に言うんじゃねえ。沢田どこ行くんだ。沢田、あの車一体いくらしたと思ってんだ。とんでもないことになったもんです。サンディの連中め、今度という今度は許さん。ごもっとも、まだローンが残ってるんだ。あとどのくらい残ってるんですか。妻に何て言われるか。幸子さんも厳しい人ですからね。なんでそんな嬉しいか。いや、俺がちょっと言うとけど、お前らも根性あるね。ここまで口を割らないってのは大したもんだよ。よっしゃ、今からさ、あゆみちゃんに会ってくるから。どこ行くの。連帯責任って言ったでしょ。通行止めね。メナベ、行け行け。ちょっと邪魔すんなよ。行かせてやれよ。デートなんだからさ。デート？そう、おうよ。
あいつナンパばっかしてんだけどさ、今回はマジらしいんだよね。マジ恋？そうか。お前らいいやつだな。よし、お前らの仲間を思う気持ちに免じて今日のところは勘弁してやる。勘弁してやるっていいのかよ。書いても、うん、許可する。私は全員で共同の車を元に戻すこと。みんなジャージに着替えて駐車場に集合。いいね。それじゃ結局お嬢が一人で。そう。いやけどいいんだよあれで。ほら、あいつらにとって学校の先生ってのは敵みたいなもんだろ。だからどんなにバカにしたっていいんだよ。あいつらは仲間は大事にしてるよ、うん、あいつら見どころあるよ。あ、でも一人だけ分かってないのがいるんだよな。仲間仲間って簡単に言うんじゃねえよ。あいつには手を焼きそうだな。お嬢、あの制服、あれお嬢の学校の生徒じゃないですか。超苦手。ていうかたこ焼き屋。はい、いいね。わかすぎたな。すいません、たこ焼き一つください。はいよ。たつ、はい、あれなんとかしろ。は？歯じゃない、タバコ。早く。はい。おおおお、わけえだ。そいつはグワッドなんじゃねえのかい。知らんじゃねえ、よこしじゃ。はい。よーし、いい子だ。いただきます。待ちな、先生の言うことはよー聞くんだぞ。はい、行ってよし。二人で一つのたこ焼きを食べるか、5位だね。たこ焼き好きかな、篠原さん。篠原さん、なんでもない。ちょっと私合コンだから。合コン？いやだからで。兄貴、いいんですか、お嬢を敵の男に取られても。すいません。お嬢。兄貴、どんな女がしてる？知らねえ。今度紹介しろってさ。これは絶対取れるから。あの女、もう慣れました、高校の先生は。え、はい。大変でしょう、最近の高校生は。本当にもう最近の高校生ってもう手に負えなくて大変なんです。でもあの程度なら可愛いもんですよ。篠原さんって彼女いるんですか？あ、残念ながら。本当ですか？あ、私フリーなんですけど立候補してもいいですか？ビールがいっぱいだ。おめえ、あら、お嬢に慣れ慣れしくしやがって。篠原さん、好きなタイプは？え、例えばこの3人の中だったら。大胆な質問だな。遠慮せずに言ってください。自分は久美子さんがタイプであります。は？久美子？お嬢なんはやめなさい。はい。そうですよね。
柏木さんったらお嬢だもん、ほどほどにしないとね。え、ねえ、柏木、誰？座ってろ。あなた誰？誰だったんだよ。怖い。でもいい男でしたよね。ちょっと、あの人知り合い？え、いや、めっそうもないです。めっそうもない。ケンカだ。警察だ！お前ら何やってんだ！行くぞ！ちょっと待って！ちょっと待って！みなみ！大丈夫？あー、またハグにやられたな。大丈夫か？立てるか？誰だわ。すまん、すいません。しわげる。みなみ、行け。おい！殴られてたの白金学院の生徒じゃありませんでした。え、いや全然見たことないですよ。いやでも確かあの制服は、見たことないな。集団暴行事件、その高校生というのがうちの生徒なんですか？詳しいことはまだわからないんですが、殴られていたのはこちらの生徒さんじゃないかと思われます。え、かわいそうに。うちの生徒が被害者なんですか？かわいそうにね。もしかしてサンデーの連中じゃないでしょうね。あ、そうかもしれませんよ。ほんとかわいそうに。被害者といえどもね、暴行事件に関わること自体が問題でしょう。健全な高校生であれば夜の繁華街うろついて暴行事件に巻き込まれるはずはない。今時の高校生ならそんなの普通ですよ。ナンパでもしようたんじゃね。カツアゲじゃないですか、ニアンド先生。同じような事件の防止のためにも加害者の少年たちを特定しておきたいんです。もし被害者がこちらの生徒さんならお話を伺いたいと思いまして。わかりました、早急に対処いたします。よろしいですね皆さん、何か怪しい生徒がおりましたら直ちに私に連絡してきてください。わかりましたね山口先生。は、一番怪しいのはサンデーの連中ですからね。もしかしたら加害者もサンディの連中かもしれませんね。それってどういうことですか？お恥ずかしい話なんですけどもね、我が校には煮ても焼いても食えないクラスってのが一つだけありましてね、担任も含めて。そのクラスにね、沢田信という生徒がいるんですよ。こいつがどうしようもない悪でね、以前は中央学園にいたんですが、1年の時に担任の教師殴って退学になりました。その後我が校に転校してきたんですが、まあ今のところ表面的な問題は起こしてはおりませんが、我々は沢田こそ影のリーダーであると認識しております。影のリーダー、まあ、今回の事件も沢田が他の生徒に指示してやらせたんでしょう。京都、どうして証拠もないのに疑うんですか？もし沢田が無関係だったら沢田を疑ったことどう落とし前つけるおつもりですか？知らん顔するんじゃないでしょうね。それじゃ都政の仁義もあったもんじゃないでしょう。都政の仁義、いや、私昨日高倉健さんのビデオを見たんですよ。それですごく影響されやすくてなんです。まあ、とにかく何かありましたら連絡ください。わかりました。じゃあよろしく。ご苦労様です。ご苦労様です。こちらです。なんで篠原さんの前であんなこと。もう完全にアウトじゃない。でも、まあこれで綺麗さっぱり諦めもつこうってもんじゃないでしょうか。私は学校の先生としてこれからの人生生徒に捧げようじゃないか。おはよう。ダメだ、さあね。あっしゃ、あの女はやめとけ。
は？分かったな。てめえには関係ねえだろ。二度と俺に命令すんじゃねえ。分かったか、ごめん。おい、ねえ、おりゃ。喧嘩の原因は何だ。どっちが先に手出した。ちゃんと答え。ちょっと待ってください。二人とも何か理由があるんでしょ。よし、分かった。そうだ、退学になりたくなかったらな、新郎指導室で反省文書け。沢田、どうして沢田だけなんですか。南の顔見ればわかるでしょう。これだけたくさん殴られた跡があるんですよ。沢田が一方的に殴った証拠です。これは、いや、なんでもないです。うん、南、保健室行ってこい。せーの。沢田、まさか帰るんじゃないでしょうね。反省文なんか書けるかよ。退学になってもいいの。退学？別に構わない。あんたが構わなくてもこっちが構うの。あんたたちも仲間が退学になったら嫌でしょ。仲間って簡単に言うんじゃねえよ。簡単も難しいもないでしょ。仲間は仲間なんだから。お友達同士仲良くしましょうってか。ガキじゃねえんだよ、笑わせんの。沢田、シェン、ほっときゃいいんだよ。どうせあいつ退学になったって他の学校に行けんだ。頭だっていいわけだしな。あ、心配ねえよな。これ、これがいいよ。仲間って簡単に言うんじゃねえ。ほっときゃいいんだよ。ただいま。おかえり。お嬢、お帰りなさいやし。てつ、どうしたその頭。すいません、俺のせいなんです。もういつってんだろ。ミノルが庭で仕込み中に瓦が落ちてきてよ。気づいた兄貴が俺を構って。たく、おめえは動きが鈍いからよ。すいません。てつ、ミノル、今夜は俺と菅原でしのぎでるから。いいっすよ、自分今から行きますから。俺に逆らう気か。いや、そんな、申し訳ありません。よろしくお願いします。おいよ、ミノル、おめえは鉄の世話しろよ。へえ。それじゃあ、おやさん、おいよ、行ってまいります。気ぃつくねえな。行ってらっしゃい。へい。そうだよな。どうしたい、クリコ。あれが仲間なんだなって思って。いつもは厳しいこと言ってても、いざって時には後先考えずに体が動く。そうだよな。今時の若い奴らはそんな当たり前なこともできなくなっちまったからな。哲とミノルがうちに来た頃もそうだったね。うん、人形の世界が廃れんのも無理ねえや。俺たちの年で大事なのは、人様のためにどれだけ自分を投げ出せるかだからよ。人様のために。もう退学になんないのにさ、入って行こう。クマ、沢田連れてきてくれたんだ。真、退学になんかならないよな。クマは沢田のことが心配か。心配っつうか、真は理由もなく喧嘩するようなやつじゃないから。
シンが前の学校退学になったのも友達のためなんだよ。友達のため？クラスの友達が学校でタバコ吸ったって疑われてさ、散々先生にボコボコにされて、でも先生も勘違いだったんだよ。なのにその先生謝らなかったらしい。普段の行いが悪いから疑われるんだって。沢田はそれで先生を殴ったんだ。シンは仲間なんかバカバカしいなんて言ってるけど、一番仲間のこと考えてるのはシンだと。クマ。あ